はい、GDY の服部です。よろしくお願いします。引き続きね、カンパナ州にいますけれども、今日ご紹介するワイナリーは、テヌータサルの1860というね、ワイナリーです。1月4日に訪問しています。で、こちらなんですけれども、実はね、フィアーヌ州、これ白ブドウの品種ですけれども、それのみをね、使った生産者です。で、ディッシャー畑のみで非常にこだわったね、生産者ですね。ワイナリー自体はですね、まるで貴族のようなね、館で、ちょっと驚きましたけれども、1860年代から続いているようなね、家系ですので、まあ、それもうなずけるかなといったところです。ワイナリーはですね、丘の上にありまして、カンパーニュのね、風景がね、一望できるね、素晴らしい場所にあります。でワインのですね種類はですねフィアーヌ州を使ったもので4種類ありました。スパークリングワインとそれから通常のフィアーヌディアベリーノ、これはDOC ですね。それからフィアーヌディアベリーノのリゼルバと、最後にこの赤いやつなんですけれども、これはオレンジワインの製法を使ってます。ただですね、そのオレンジというほど、マセラシオンですね、カモシオそれほどねかけていませんので、まあ見た目はね白ワインなんですけれども、少しね普通のフィアーヌよりも濃いような感じで作っていますね。まあいろいろなねフィアーヌだけを使ってますので、いろいろ試してみるというのをおっしゃってましたけれども、こちらはですね、とてもね美味しかったですね。全体的にこの生産者は本当にねフィアーヌを愛しているかのようなね、言い方をされてましたね。ぜひね、こちらはですね日本に輸入したいなといつか思いますので、まあもしその時ありましたらまたご紹介します。他にもねこういった動画ありますのでチェックしてください。失礼します。